フォートレス三国4日間のショートシリーズ神道通信杯、激しい攻防続いた今節、結果を残したシリーズ6強水面に出揃っています。優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇寺田翔、2号艇松村光太、3号艇萩原秀人、4号艇佐藤優、5号艇久田俊幸、6号艇一色亮が以上のメンバーです。ゆっくりとインコース向かっていきますのは1号艇寺田翔。初日からさすがの走り、短期決戦を引っ張りましてここまで4勝、絶好枠で登場です。2コースへと向かいますのは2号艇の松村光太、昨年の神道通信杯以来の地元戦優勝です。3号艇萩原秀人、3コース今節はオール3連隊の成績でまとめまして今年10回目の優勝を決めました。4号艇佐藤優が4コース、昨日は自身の誕生日に嬉しい地元初優勝決めました。バースデーシリーズに目指すは自身初 V です。5コース5号艇久田俊幸、前回当地参戦時は優勝も悔しい結果に終わりました。ここでリベンジを目指します。6コース6号艇一色亮側準優では激しい2着争いを制して優勝、自身初 V かかる一戦です。3対3枠番通り、1号艇寺田人気の中心です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2号艇の松村、3号艇の萩原、わずかにコーススタートを切っています。まずは伸び返して逃げ体勢、1号艇の寺田、さす2号艇松村、まくり出す3号艇の萩原に内をついた4号艇佐藤、まくり出した3号艇萩原秀人が先頭、1号艇寺田が外から、内には2号艇松村、後方5号艇久田、4号艇佐藤、6号艇一色最後方でスタートは正常です。一周にマーク、3号艇の萩原秀人、内から潜り込んだ4号艇佐藤、差し返す2号艇松村、さらには1号艇寺田最内、先頭は突き抜けています。3号艇の萩原です。2番手1号艇の寺田に、外からは4号艇佐藤、内に2号艇松村、5号艇久田はその外から続いて6号艇一色最後方です。2番手争いは1号艇の寺田に、つけ前2号艇の松村、さらには4号艇佐藤、引いて角度をつけて左右から5号艇久田も続いていきます。2番手は1号艇寺田が一定審判前、2号艇松村と4号艇の佐藤、3番手争いに内から迫りますのは5号艇久田で2周にマークに向かいます。先頭はもう完全に独走です。3号艇の萩原、2番手1号艇寺田に、内から5号艇の久田、外を握った4号艇佐藤、打ち続くのは2号艇松村です。2番手1号艇寺田リードを広げまして、3番手は外4号艇佐藤が優勢、2号艇の松村、5号艇久田、そして6号艇一色最後方で最終周回です。ここは先輩の意地を見せつけました。3号艇萩原秀人、まくり刺して先頭です。2番手1号艇寺田に、4号艇佐藤、内から2号艇松村、間を縫って5号艇の久田ですが、3番手は今度は内2号艇松村、外4号艇佐藤と並んでいます。今年4度目、地元水面は今年3度目、通算では69度目の優勝に向かいます。先頭は3号艇萩原、そして1号艇寺田、3番手は最内から5号艇佐田、相当それをかわせるか、4号艇佐藤、遅れを取りましたのは2号艇の松村、3番手は4号艇の佐藤が上がっています。先頭は3番萩原秀人、優勝の5塁、2番手1番寺田が5塁、3番手は4番佐藤で5塁、2番松村、5番佐田、6番一色の順でゴールインです。